ベトナム民主共和国、ベトナム民主共和国、ベトナム民主共和国は、1945年のベトナム8月革命によって、ベトナムで成立した東南アジア最初の社会主義国家。第一次インドシナ戦争の結果、1954年以降は、暫定的に北緯17度線以北のベトナムを統治する分断国家となったため、北ベトナムと別称される。 1976年に南ベトナムを九州併合したことで、ベトナム社会主義共和国、統一ベトナムとして発展的に消滅した。フランスの植民地、フランス領インドシナ、仏印の一部であったベトナムには、1940年9月と1941年7月に、日本軍が新中、仏印進駐していた。そして、第二次世界大戦末期、 東京大空襲の翌日にあたる九百四十五年三月十一日に日本軍によってフランス植民地政府が打倒、不印処理され、現庁は日本軍の庇護の下でベトナム帝国を樹立した。その後、八月十五日に日本軍がフランスをはじめとする連合国軍に降伏文書の調印を予告すると、二日後の八月十七日にベトナム独立同盟会、 ベトミンは、インドシナ共産党の主導下で8月革命を、帰国、ベトナム帝国からの権力争奪闘争を各地で展開した。そして、日本政府が降伏文書に調印した9月2日には、ホーチミンがハノイで、ベトナム民主共和国の独立を宣言し、ベトナム帝国は崩壊した。日本軍が降伏して、ベトナム帝国が崩壊すると、 ベトナムは連合国軍の占領下に入った。日本軍の武装解除のため、まず、フランス領インドシナ北部には中華民国軍が、南部にはイギリス軍が進駐した。中華民国軍の支配下で、ベトミンはベトナム国民党などとの連立内閣を組織しており、翌1946年の総選挙後もこれを維持していた。しかし南部では、 イギリス軍に代わり旧植民地の再支配を図るフランス軍が再進駐し、1945年9月末にはサイゴンの支配権を奪取したことでベトミンとの武力衝突が発生した。ベトミンはフランスとの交渉による解決を試み、1946年3月にはフランス連合内での独立が認められた。だが、 インドシナ一体の再支配をもくろフランス政府は、ベトナムが共産主義国家として独立することを拒否し、高知シナ共和国の樹立など様々な形で分離工作を行った。そのため、腰市仏双方が抱く意見の相違は解決されず、同年12月にハノイで腰市仏両軍が衝突したことで、第一次インドシナ戦争が勃発した。開戦当初は、 フランス軍が優勢であった。だが、山岳地帯に引きこもって、軍隊を組織したベトミンは、フランス軍との戦力差を考慮して、ゲリラ戦で対抗した。この際、日本軍兵士の一部も残留日本兵として、ベトミン軍に参加。戦争の長期化に直面したフランスは1949年6月、ベトナム民主共和国に代わる、ベトナム人国家として、 ベトナム国を最後に成立させ国家承認した。ベトナム国がアメリカ、イギリスからも国家承認を受けたのに対し、1950年にはベトナム民主共和国がソ連型社会主義国家のソビエト連邦と中華人民共和国から国家承認を受け、両国からの援助を得ながら交戦を続けた。こうしてこの戦争は、 冷戦の体制競争という側面も有するようになった。第一次インドシナ戦争の長期化は戦争に疲れたフランス国民の沿線感を高めた。そのため、フランス政府は戦争終結に向け、1954年4月からジュネーブ会議を開始した。そして、ディエン・ビエン風の要塞陥落を受けて、1954年7月21日に、 ジュネーブ休戦協定を締結した。協定により、ベトナムの国土は北緯17度線で南北に分割され、北、ベトナムをベトナム民主共和国が、南ベトナムをベトナム国が1955年まで統治することになった。しかし、高級的な分割を避けるため、1956年に再統一のための全国選挙を実施することもめられた。 ジュネーブ会議の後、北、ベトナムでは戦闘が停止され、ベトナム労働党と民主共和国政府は土地改革や集団の往生化などの社会主義化を推進した。一方、南ベトナムではアメリカの支援を得たコディン・ディエムが旧来の指導者たちを追放して1955年にベトナム共和国を樹立し、反共主義に基づく南ベトナムの警察国家化を推進した。 オディン・ディエム政権は、ジュネーブ協定で定められた、南北再統一のための選挙を拒否した上、反政府分子の弾圧や、特定勢力、カトリック教徒等の優遇等で、失敗国家化が進み、社会不安を増大させていた。そのため、労働党は、革命戦争再開の後期と判断し、1960年の第3回党大会で、南ベトナムの解放と、 社会主義建設を謳い、南ベトナム解放民族戦線、ベトコン、1960年成立の闘争を指導し始めた、ベトナム戦争の始まり。1960年代に入り、ベトコンによるテロ、ゲリラ活動が、南ベトナム各地で本格化すると、労働党は、ホーチミンルートを通じて、ベトコンへ、物的、人的支援を活発化させた。ただし、 1960年代前半の南ベトナムにおける闘争の主戦力は南ベトナムの活動家であり、ベトナム人民軍の派兵は限定的だった。これに対し、南ベトナムの現状を憂えたアメリカ政府は1961年に南ベトナム軍事援助司令部を設置し、軍事顧問団の増派とベトナム共和国軍への軍事物資支援の増強という形で、 軍事的介入をおもむろに拡大した。南ベトナムにおける解放闘争の激化と合わせ、民主共和国はベトナム共和国軍のコマンド部隊による北、ベトナム沿岸への襲撃を受けるようになった。そのような状況下の1964年、トンキン湾でベトナム人民海軍の魚雷艇がアメリカ海軍の駆逐艦を攻撃してしまう事件が発生した。事件は、 人民海軍の敵型識別五人による偶発的なものであったが、アメリカ政府は事件発表時に事実を一部で造して共産主義の脅威を煽り、トンキン湾事件、翌1965年3月8日から米軍戦闘部隊の南ベトナム派遣を行う、口実としていった。米軍は戦闘部隊の派兵に先立ち、1965年2月7日から来た。 ベトナムへの集中爆撃、北爆を開始し、北ベトナム全域が、ベトナム戦争の戦火にさらされることになった。これを受け、ベトナム民主共和国は、ソビエト連邦から、重火器や軍事顧問、中華人民共和国から、軽火器や軍事顧問の受け入れを、活発化させ、南ベトナム解放民族戦線を通じた、ベトナム人民軍の南、ベトム派遣を本格化させた。同時に、 攻撃対象を、ベトナム共和国軍から、アメリカ軍、シアト連合、オーストラリア、タイ、フィリピン、ニュージーランド軍、及び、韓国軍にまで拡大し、ベトナム戦争を本格的な戦争へと発展させた。ただし、1967年頃までは、米軍のタイゲリラ戦略が功を奏し、解放戦線側が劣勢になることもあった。1968年、 ベトナム人民軍は事態を打開すべく解放戦線と共にテト構成を観行し、ベトナム共和国のグレンバン中政権の転覆を目指した。攻撃は共和国政府を根底から揺さぶったものの体制転覆には至らず、むしろ解放民族戦線の戦闘能力に大打撃を受けたため、以降の解放戦線側の主戦力は、ベトナム人民軍が担うこととなった。しかし一方で、 この攻撃は、ベトナム戦争の終結は、間近と知らされていたアメリカ社会に大きなショックを与え、アメリカにおける反戦運動を激化させるきっかけとなった。翌1969年には建国以来の指導者であるホーチミンが死去したが、指導権は労働党第一初期のレズアンに継承され、混乱は生じなかった。また、同年中に、 南ベトナム解放民族戦線を中心とする南ベトナム共和国臨時革命政府を樹立させ南ベトナムにおける反政府勢力が強大であることを世界に示した。1973年ベトナム民主共和国はアメリカベトナム共和国とパリ協定を締結し米軍をはじめとする外国軍を南ベトナムから撤退させるとともに南ベトナム共和国を 南ベトナムの政府として最適に認知させることに成功した。その一方で、米軍が南ベトナムへ再介入する可能性とベトナム再統一のための新たな全国選挙に備え、民主共和国はベトナム共和国の存在を受け入れることを目のうちに認めた。だが、米軍再介入の可能性がないことがわかると、1975年1月にベトナム民主共和国は、 パリ協定を発揮して軍事攻勢を起こし、3月には猛攻撃を開始、約6週間で南ベトナム軍を壊滅させた。1975年4月30日、ベトナム人民軍と南ベトナム解放民族戦線軍はサイゴンを占領し、ベトナム共和国政府を無条件降伏させたベトナム戦争の終結。ベトナム共和国の消滅後、 南ベトナムを代表する政府は、南ベトナム共和国臨時革命政府だけになり、ベトナム民主共和国によるベトナム再統一を阻む国家は存在しなくなった。しかし一方で、ベトナム戦争後に中華人民共和国やクメールルージュ、カンボジアとの圧力が顕在化し、ベトナムは周辺諸国への脅威に対応する必要に迫られた。これを受け、労働党は、 国内体制を安定化させるべく再統一の計画を早めて統一選挙を実施し、1976年7月2日に南北ベトナムの再統一とベトナム社会主義共和国の成立を宣言した。これ以降、旧ベトナム共和国政府関係者の再教育、南ベトナムの社会主義化、行政、官僚組織の再編成や企業の国営化が急速に進められ、 統一ベトナム政府に反発する人々が、ボートピープとして国外へ脱出することになる、インドシナ難民。2013年に、ベトナムの憲法が改憲された際、国語を、現行の、ベトナム社会主義共和国から、ベトナム民主共和国へ戻すことが検討された。だが、最終的に実現しなかった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。